はようございます。今朝の気づきはですね、やり続けること、やり続けてうまくならないことはないっていうことをお伝えしたいと思います。私自身もですね、いやそれ無理って、もう農家だから無理とか、自分を信じれない時って、いやこの人だからできるんでしょって、あなただからできるんでしょって、私は無理です、でもできるようになりたいって心のどっかに思いながらですね、なんかこう自分の可能性を信じれなかった時期があります。でもアチーブメントさんの出会いがあって、そしてラーニングエッジさんと出会いがあって、まあ、いろんな方との出会いがあってですね、今はこう続けていたらなんかやっぱできるようになっていくんですね、だんだんと。だからやり続けていったら、振り返ると過去の自分と比較するとできるようになってる、少しずつですけど、少しずつですけど、その積み重ねがですね、自信になっていくんですね。でその自分のこう変化が人の役に立ってる、もう竹下さんのおかげでって言われると、それが自信となってまたさらに上に挑戦できるんですね。今も時代の変化が激しいですから、いちご農家っていうその土台を持ちながらも新しいことにチャレンジをしています。いやー最初はうんって思うこともやっぱりありました。でも飛び降りてみてですね、飛び込んでみて、やっぱり続けていくとだんだんと分かってくるようになるんですね。再受講を学びながら、そして現場を実践し、でまた学び、また実践し、この繰り返しで学科と実地の習慣形成でですね、だんだんと自信が積み重なっていきます。でそれを周りを巻き込みながら、巻き込むっていうかですね、一人でもやるんだっていう覚悟ですね、自分の心の在り方、この変化、自信がですね、周りに伝わっていく、周りが協力してくれなかったからできないじゃないかっていう他責じゃなくって、自分がだんだんとこう変化していけば周りは勝手についてくるっていう感じですかね。人を当てにする、依存するとかではなく、自らがその成果結果を生み出し続ければ必ず周りにチームができる、そう信じてます。これからも今は毎日毎日変化の毎日で勉強だらけですけども、小学生みたいにですね、変化が楽しいです。成長していく、新しいことに出会う、新しい人に出会う、それが楽しい日々になってます。これからも変化し続けます。やり続けたら、やり続けてうまくならないことはないと、うまくいかない経験はうまくいくために必要な経験であるということを改めて気づき、シェアいたします。やり続けましょう。以上です。